はあ、抜けてきた。見えてるやん。すごいすごい。ございます。アドです。今日は9月23日土曜日です。先日日本百名山関東を知って、しばらくは燃え尽き症候群になるかなと思っていたんですけど、そんなことは全くなく、今日も山へやってきました。今年は紅葉が若干遅いのか、まだ見頃を迎えているところもそんなになさそうで、どこに行こうかなと思って考えてたら、北アルプスに最近行ってないなと思って、私の初アルプスの山、槍ヶ岳に登りに来ました。10年ぶりぐらいなんじゃないかなと思います。槍ヶ岳には上高地からしか登ったことがないので、今日は新穂高から登ってみようと思います。久しぶりの槍ヶ岳、久しぶりの北アルプスを楽しみたいと思います。それでは行ってきます。5時20分、新穂高センターです。今日は槍ヶ岳に向かうので、右の道を進みます。近い駐車場は当然のごとく満車だったんで、鍋平の駐車場に停めました。ヘッテンをつけて暗いうちから歩き始めたけど、30分かかってやっとここまで来ました。新穂高からはみんな笠ヶ岳とかすごろくの方に歩いて行かれてて、槍ヶ岳の方面に進む人は少ないです。よし、やっとスタート、出発します。最初の1時間以上かな、林道歩きです。だからね、ここは暗い間に歩いておきたかったんやけど、今日新穂高に着いたのが夜中の1時で、ちょっと寝ないとしんどいかなっていうことで、3時半起き、4時半出発をしました。そしたらもう明るくなっちゃった。今回の行程は1日目、今日は新穂高を出発して槍ヶ岳山荘の天板にテントを張ろうと思っています。あと今日天気が良ければ山頂にも行こうと思っています。そして明日2日目は大場見岳、南岳を経由してまた新穂高に下山してくる周回ルートをしようかなと思っています。そうすると距離は27キロぐらいかな。累積標高は2700。コースタイムは今日が8時間、明日が9時間やったかな。2日間で17時間ぐらいです。穂高平への近道、足場が悪いので注意だそうです。近道やとコースタイム20分、林道やと30分。このなだらかな林道の30分と足場の悪い岩頃急坂の20分、どっちがいいんやろ。多分林道の方がダメージ少ない気がする。林道を歩いてます。6時20分、穂高平小屋通過します。すんごいみんな歩くの早いんやけど、どん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 抜かされてる。天板30針ぐらいしかないと思うんやけど、大丈夫かな。槍ヶ岳山荘の天板は予約不要です。小屋は予約必須。予約不要やからパッと思いついてさっと行けるのはいいんやけど、争奪戦に勝てる自信ないな。この週末はもし東北の紅葉が進んでるようやったら、栗駒山リベンジ行きたかってんな。だけどまだっぽいねんな全然。どうせやったら
抜群のタイミングで行きたいからな。天気は良さそうやってんけど、なかなか難しいな。7時10分歩き出して2時間弱、ようやく林道が終わりました。山道らしくなった。足の裏に優しいわ。やっと登り始めた感じやな。夜雨が降ったから岩とか根っこがめちゃ滑んねんな。気つけな。あれおかしいな。晴れる予報やねんけどな。めっちゃミスティ。雲の上に出るっていうことあるんかな。今日これガスひどかったら道わからんくなるかもな。今日はまだ大丈夫。ドキドキした。あんなのんでもドキドキするんやから。木道になったからもうすぐ槍平小屋かな。見えた見えた。ここの小屋で水が汲めるっていうことを見越して今日は1リットルだけ担いで歩いてました。だけど飲んだのは500も飲んでない300ぐらいで4時間ぐらい歩いてきました。だから飲んだ分を補給するぐらいでいけるかなって思います。着いた。9時10分ヤリ平小屋に着きました。ちょっと休憩します。ヤリ平小屋からヤリ畑に向かって歩いていく間にトイレと水場があるみたいなんでそっちに向かってます。これか。水が そしたら9時半水も汲んだしあと3時間槍ヶ岳の天場に向けて出発します。ここが槍平の天場です。まだまだ空いてる。そしてさっきまで晴れてたのにまたガスっちゃった。ここまでは比較的緩やかやったんやけどここからやな。登りの本番が始まるはず。なんか天場空いてない気してきた。だって絶対お昼過ぎちゃうやろ。そんなん30針でさあちこちから来る人いるのに午前中ぐらいでも埋まっちゃうんちゃう。そしたら接種を経てに行かなあかんのかな。そんな接種はな。足のしんどよ。いしょ。登っている。よいしょ。頑張れ頑張れ。よいしょ。稜線に登り詰めてから山荘の方に行くかこのまま登りながら山荘の方に行くかの分岐でした。ガスってなかったらあっちの稜線に登ってみようかなと思ってたけどガスてるんでもうこのまま山荘の方に向かいたいと思います。さっきの分岐で11時過ぎやったからやっぱりどう頑張っても
12時半にはなるな。どうやろう、めっちゃ今前後に原爆装備の人いるねんな。休憩したかったけど、セント頑張ってる。あと1時間半ぐらい。はあ、抜けてきた。見えてるやん。すごいすごい。ゼロ富士やった直後やから無敵の体力あるんかと思ったら全然そんなことなかった。バテバテやし、多分今ザ・コースタイムって感じやと思う。最後の登りしんど。ああかすっちゃった。あの稜線上もいっぱい人歩いてる。みんな槍の方に向かってる。これでほんまにテントいっぱいあったらめっちゃショック。よいしょよいしょ。風が冷たくて寒いからアームカバーとシェル着ました。手袋もした。雲の上に出たんやな。海抜2800まで来た。だけどまだや。あそこやもん山荘。まだまだ。すごい。よし、分岐まで来れば。あと20分で山荘。もうちょっと1時には着くかなって感じやな。力尽きそう。天場や、いける。空いてる、よかった。とりあえず山荘で受付してからやな。40分、槍ヶ岳山荘着きました。とりあえずテントの受付してきます。こちら4番のところに今日は設定をお願いします。今こちらですね、はい、で山頂がここになります。テント場はあちらの方角です。テント場に行く途中に外トイレの小屋があります。その先から番号を振っているところが見えてきます。今日こちらの4番にお願いします、はい、とりあえずテント4番みたい貼ってくる。よかった、一安心。外トイレがあってそこから番号を振ってるって言ってたやろ。これが外トイレ4番。1あった。
2時過ぎ、槍ヶ岳山頂に向けて出発します。おお、久しぶりやな。一体何年ぶりの槍ヶ岳なのかな。うん、はっきり分かれへんな。着いた。よっ、着きました。3時ちょうど、槍ヶ岳標高3180m 登頂しました。山頂に来るまでに1時間ぐらいかかりました。大渋滞でした。3時過ぎ下山します。3時40分、小屋のところまで降りてきました。下山は40分ぐらいかな、かかりました。
今日が2回目の槍ヶ岳なんやけど、1回目はシルバーウィークの連休の時に来てて、行って帰ってで4時間かかりました。それから思ったら今日の渋滞なんてまだ可愛いもんやな。そしたらビールか自杯か買ってテントに戻ろうかな。槍ヶ岳が見える天場はあそこの5針ぐらいだけやねんな。どこの区画に当たっても槍ヶ岳見えてるんかと思ったら、大体のところは見えてないみたい。自杯にした自販機がありました。槍の穂先は初めて来た時はなんか怖かったなっていうイメージと、もうちょっと長かったような気がした。今日はそんなに怖さっていうのも、慎重に行ったし渋滞やったからゆっくり行けたっていうのもあるけどなかったし、あとすごい距離が短かったように感じました。めっちゃなってます。びっくり。あ、これだ。あったあった。すごい綺麗な虹になってる。すごい。あ、でももう消えちゃった。もう消えちゃった。消えちゃったかも。だかも。一瞬やったね。よかった、入れて。今日の晩ご飯は UL 弁当、大豆と野菜とフルーツのゴロゴロカレーです。 99g しかないのに450kcal もある。袋にお湯 210cc を注ぎ、よく混ぜて5分放置して完成。簡単すぎるやろ。袋にってことは、この袋に直接お湯入れていいってこと？溶けへんのか？
ってしまいました。だけど綺麗な夕日が見られて大満足です。明日は結局どうしようかな。槍ヶ岳にもう一回登るかとか、南岳の方は下山が結構大変って言うし、そっちの周回をするかどうかとか、全体的にまだ悩んでます。とりあえず今日はもう明日に備えて寝ようと思います。それではおやすみなさい。すごいやん、最高しかない、めっちゃ気持ちいい。大変なのは分かってたけど。